バルデマ、フィニ・ヘンリクスは、デンマークの作曲家、バイオリニスト。正のデンマーク語に近いカナ表記はヘンレゲスであるが、日本ではエリンクスという表記が一般的なため本校の項目名もその例に習った。本文では、ヘンレゲス表記とする。フレゼレクスベアに生まれた。父は、ユダヤの羊を持つ病院の検査官で、司法顧問のビルヘルム・モーリッツ・ヘンレゲス。母は、マリー・イッ クリスティーネ・ラスムスンだった。医師で哲学者だったスイベリーン・クレステンスンは義理の兄弟であった。フィニの息子である音楽家のヨハン・ヘンレゲスは王立教会で第二バイオリンのコンサートマスターとなった。この教会ではフィニもほぼ4年間をバイオリニストとして過ごしている。ヘンレゲスは教会のコンサートマスターで音楽院の教授を務めたバイオリニストのバルデマトフテ。 並びに、王立協会の首席音楽監督であったヨハン・スベンセンに弟子入りした。これは、ニルス・ゲーゼから音楽院を修了するように助言を受けた後のことだった。1888年から1891年にかけては、ベルリンで過ごし、バイオリニストのヨーゼフ・ヨアヒム、クララ・シューマンのイフテーで、自身もゲーゼ文化であった、作曲家のボルデマール・バルニールに支持した。 コペンハーゲンで一時を過ごすと、ドイツとオーストリアへと戻って一年暮らした。帰国後は1892年に、王立協会で、はじめビオラ奏者として、後に、バイオリン奏者として雇われることになった。フレズレクロングと衝突して1896年に、職を辞し、作曲家、教育者、コンサートバイオリニストとして自由に生きるようになるとまも、なく、売れっ子となっていく。 若かりし、頃に、カール・ニールセンとの間で育まれた友情は、1931年に、ニールセンが没するまで続くことになる。死のヨアヒムは、東大随一のバイオリニストであったが、ヘンレゲスは小規模の形式へとより集中した。彼は、自らの弦楽始終相談を結成、また、室内楽協会を設立して1931年まで、議長を務めた。 またコンサートのソリスト、室内楽の音楽家、指揮者としてパリやベルリンに加えて北欧の国々を幾度も訪れた。さらにデンマーク作曲家協会の委員を務め、1921年にダンネブロ君賞のライト、1937年にダナブラックズマンドに著されている。1940年にコッペンハーゲンで没した。 ヘンレグスの音楽は素直で友好的であると捉えられており、彼の生前には大きな人気を博した。歌曲やピアノ曲も歌きはしたが、大半は自身の楽器であるバイオリンのための作品を作曲した。室内楽や召喚弦楽のための様々な作品に加え、公共曲やバレエにも作品を残している。代表作品は人魚姫とタタであり、 多くの舞台用作品には、カール・マーティンのアハンスンがテクストを記した、オペラ、スター・スチック・クレン、ホルガ・ドラクマンの原作に基づきオーバー・フォーズが、テクストを表した、ボランド・スムドがある。ありがとうございます。